えんちゃんハートありがとう。こんばんは。こんばんは。ホスターさんハートありがとう。アイコン変えたのわかるよ、ブリシチさん。こんばんは。エスベイさんこたつありがとう。今日は何してたんですか、皆さん。あ、そういえばブログ更新されました？私今日ブログ送ったんですけど、どうなんでしょうか。更新されてたら嬉しい。ホスターさんハートありがとう。寒すぎてやばい？寒いね。寒い。嘘、なったかな。あ、これあれなのかな、白飛びかな。今日はいつもとね、何が違うんだろうね。黒い服着てるから、なんかとん黒だからね、あんまり映らない。今日キャラクターわかんないな。今日外に出てないんだよ。あ、外に出たけど、外に出てないというか、外に出たけどわからないですね。景色を見てないんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。マルチ521さんハートありがとう。明日、嘘、今日されると思うんだけどね、どうなんだろう。寒いところから暖かい部屋に、顔赤いかな。本当？今はね、冷たい、寒い。今日はね、緑の方のお部屋なんだもん。マルチ521さんハートありがとう。彼女の写真集出てる。嘘。どんなんだろう。どんな名前でした？くまりパパさんハートありがとう。こんばんは。髪切ってないんだよね。なんでだろう。今日電車に乗ってたら、ちょっと電車に乗ってたらね、乗り過ごしてしまった。夢中にスマホに夢中になっててさ、乗り過ごしてしまった。ハートありがとう。そう、ちょっとね、ちょっと泣きたかったけど、でも徒歩で行けるぐらいのあれだったので、全然あれだったんだけど、そう、一人で電車乗れるよ。そう、乗り過ごしてしまった。おバカだから。そうそう、寝ちゃったんじゃないんだけど、乗り過ごすとかあるんだって思った。もう景色見てなくて。そう、ゆうりさんペンライトありがとう。そう、それは朝なんですけど、今日は博多にも行ったんですよ。博多にも行ったんですけど、博多はまあ乗り過ごすとかないんだけど、そう、タクシーにメンバーだけで乗ってたから、ちょっと止める場所がよくわからなくなってた途中で。秋間さんお疲れありがとう。
こんばんは。そうそう、新幹線乗ったよ。まあ新幹線はね乗り過ごさないんだけど、全然新幹線は乗り過ごさないけど、タクシーとかはなんかちょっと難しい、よくわかんない場所は。乗り換える駅を乗り過ごして、戻る時も乗り過ごして、3回目でと、すごい、それは奇跡だ。それは寝過ごしちゃったのかな、そんなことあるんだ。こんばんは、こんばんは。寝過ごしちゃったのか、そうか。こんばんは。中止ですよ、やばい。 HKT のイベントにいたら、それは悲しい。おいしいご飯、おいしいご飯、おいしいご飯、おいしいご飯食べてないな。おいしいご飯、博多のものは何も食べてないけど、今日はコンビニで、何買ったっけな、コンビニで、もう買ったものが分からない。何買ったんだろう、何か買ったんだよね、ご飯を。そう、あ、コンビニでタンを買いました。なんか分かります、パックに入ったタンが好きなんですけど、それを買いました。グミはね買わないんだよね、あんまり。グミね本当にあんまり食べる機会ない。なんか人からはねもらうことはあるんだけど、グミ自分で買わなくないですか。もらうんだけどね。牛タンスライスかな、何なんだろう、よくわかんないんだけど、何なんだろう名前。なんかねペッパービーフとかの隣にあるやつ。いちごスイーツあるよね、食べたかった。はらちゃんこんばんは、こんばんは。毎日一袋食べる、毎日一袋食べるの、そんなに。うん、グミはねもらうものな気がする。今日は美味しいたこ焼き屋さんがあったけど誘惑されなかったよ。そう、美味しそうだね、たこ焼きさんあるんです、美味しいたこ焼き屋さん。池田ちゃんと仲良し、そう池田ちゃんと仲良し、もうシミーって来てくれる。もう池はもう愛してます、毎日毎日連絡します。たこ焼き食べてないよ、いいなって。食べてないだけどね。今日手に取ったけど買わんかった、あ買わんかったんだ。あるよね悩むこと、この季節は大学食べたい、食べたいね。私はあとはアメリカンドッグも食べたいし、牛タン食べたい。ホスターさんハートありがとう。ツイッターでゆらさらを教えた気がする、本当嬉しい。さんちゃんおしまじ嬉しい、これは嬉しい。ポスターさんハートありがとう。さらちゃんジャックインザドーナツ食べたことあるかな、あるある、ジャックインザドーナツ、そんな名前だった気がする、ある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 、なんかレインボーのやつがあるやつかな。ポスターさんハートありがとう。焼き芋はあんまり食べないね、
焼き芋もなんか食べない食べない、自分で買わないものだな。何買うだろう。10年以上そんなことある？サラはアメリカンドッグはなんか結構食べるよ。私が食べ好きだけどあんまり食べないものはアメリカンドッグは食べるけど、コンビニのポテトとかも食べたことない気がする。ポテトは好きだけど。お菓子何か、お菓子、お菓子、お菓子あんまり買わんかな、コンビニで。広島石焼き芋販売の車しない、石焼き芋かな。めっちゃ走ってるよお芋、石焼き芋。ポテト、日による。カリカリ派ですか、しなしな派ですか。みんなは、私はカリカリです。第3グループ59番ちゃん超絶可愛い、本当にそれの推しです。可愛い、本当に可愛い、本当に可愛い。カリカリか、みんなだよね。ホスターさんこたつありがとう。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。こんばんは。カリハカリ8しな2割、わかる。でもカリカリばっかりだとちょっとしなしなが恋しくなるよね。見に行ったらダメですよ、見に行くのはダメだよ。番号でね、頑張って59という番号からどんな顔か予想してください。なんか時々あるじゃないですか、本であらすじだけで頑張って完結させようとするやつ、それです。頑張って59という数字からどんな顔か、目と鼻と口と輪郭を皆さん想像するだけでダメです。入ってはいけません。想像はしてみてください。可愛いよね。でも82番ちゃん、わかんないな。くら寿司のポテト美味しい。本当？食べたことないかも。寿司三昧が美味しいよ、ポテトないけど。お寿司屋さん、サラちゃん以外のメンバーに全然目がいかない体質。よー、いい体質だ。みんなも身につけてください。58分、ごめんね。多分ブログ今日の夜に更新されるのでぜひ見てください。13位、ヨシーさんありがとう。12位、マスオさんありがとう。11位、チューチューさんありがとう。10位、くっちゃんありがとう。9位、オレオーズさんありがとう。8位、エンちゃんありがとう。7位、シンさんありがとう。6位、モリチ521さんありがとう。4位、5位、ユーリさんありがとう。4位、フォスターさんありがとう。3位、キブ PH さんありがとう。2位、安部さんありがとう。1位、くまにパパさんありがとう。みんなありがとうございました。バイバイ、ちょうど緑生まれた。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。